ナマステヨギさん、お元気ですか。前回のクラスで最も化学薬品で汚染されている野菜や果物は何ですかという質問をしましたので、まずその質問にお答えします。いくつかの研究結果によりますと、いちごがナンバーワンで、その後にほうれん草やケールなど葉野菜が続きます。そのクラスを見逃した方は、自家製の野菜洗浄スプレーの作り方も紹介していますので、よかったらご覧ください。そして第4回目のアステイヤの動画も、ご覧になった方、そのお話にも進展があります。その時、葉を出さないまま花が咲いたアマリリスをお見せしました。葉が後から生えてきているようだと言いましたが、そうではありませんでした。2番目の家系でした。アメリカの作家で世界の宗教や文化を研究したトーマス・ベリーという人が一度こう言いました。ガーデニングは宇宙の最も深い神秘に積極的に参加することである。全く同感です。例えば鉢にバジルの種を植え、ちゃんとお水や肥料もあげても発芽しないこともあれば、去年庭の片隅に落ちたバジルの種が何の手入れもなく自然に生えてくるということもあります。それがガーデニングの神秘であり、生えてきたものは人間と神の共同作品です。必ずしも思い通りにはいきませんが、時にはこういった予想以上の素晴らしい結果に驚かされることもあります。ガーデニングの神秘体験がある方は、ぜひコメント欄にご記入ください。楽しみにしています。それではマントラを唱えますので、手を胸の前で合わせます。オムサハナババトゥサハナウボナクトゥサハビリアムカラババハイテジャスヴィナヴァディタマストゥマヴィッヴィシャヴァハイオムシャンテシャンテシャンティヒ。今回のテーマはニヤマまたは寛解の一つタパスです。タパスはサンスクリット語の言葉で、温めるとか燃やすという意味があります。ヨガに当てはめますと、情熱とか自己訓練、苦行という言葉がよく使われます。まずはヨーガスートラにはタパスについてどう書かれているかご紹介します。苦行によって不浄が取り除かれ、肉体と感覚器官の精通が訪れる。精神の不浄を取り除き、肉体と感覚器官に精通する。これがまさに霊的探求の意味です。ヒンズー教の聖典カタ・ウパニシャドには、人間の構成を馬に例えた有名なお話があります。この比喩で、馬は人間の感覚器官、手綱は精神、車両は肉体、そして御車は理性をそれぞれ象徴しています。御車の目的は大切な乗客を目的地まで安全に連れていくことです。でもこれは容易なことではありません。馬は常に面白そうな方向に行きたがったり、地面に生えている草を食べたがったり、他の馬がいればその後について行ったりしたがります。手綱を上手に使ってコントロールしないと、御車は大切な乗客を目的地まで連れていくことはできません。
人生で手綱はヨガなどを通した精神訓練にあたります。集中力を高め、感覚器官を制御し、物質界で起きていることに振り回されない自分を作り上げることです。そしてその裏には自分を正しい方向に導く力が働かなければいけません。この力は認識力または理性、サンスクリット語ではブッディと呼ばれるものです。それでは大切な乗客とは誰で、どこに連れて行くべきでしょうか。乗客はアートマンで、ご自分の魂です。目的地はカイバルヤで、下脱です。つまりサムサーラ、または輪廻転生の宿命から解放されることです。どの宗教に所属している人でも、またはどんな道を歩んでいる人でも、私たちのゴールは皆一つ、個人の魂と宇宙の魂を一体化させることです。そのゴールに到達するために肉体を使って修行をします。これがタパスです。人間は昔からどの霊的修行法が一番効果的か議論してきました。他人を自分の宗教に改宗させようとしたり、時には戦争を起こしたりしてまでも、自分のやっていることが他人のやっていることよりも優れていると思い込み、それを他人に押し付けたがります。それではどの修行法を選ぶべきなのでしょうか。どの修行法が私たちを最も早くゴールにたどり着かせてくれるのでしょうか。答えは簡単です。自分が最も情熱を持てるものです。キリスト教で育った人はキリストを称えた歌は歌うけれども、仏教のお経は唱えたくないと言うかもしれません。それはそれでいいのです。みんなそれぞれ自分の道を選ぶ権利があります。どの道を選んだとしても同じことですが、ゴールに最も早くたどり着くには情熱を持って修行する必要があります。子供が大きくなったら始めるとか、退職してから始めるとか、妻や旦那が亡くなってから始めるなど、後回しにすればおそらく今世には解脱できません。毎週1時間だけお寺に行ったり、アシュラムに行ったりして修行するけれども、後の時間は忘れているようでは、ゴールに達することはできません。パートタイムの修行はパートタイムの結果をもたらします。週に1時間の修行は週に1時間の結果をもたらします。こういうヨガの達人と弟子のお話があります。ある朝2人でガンジス川のほとりを一緒に散歩していた時、弟子が達人に質問しました。私は解脱したいです。どうしても現世のうちにしたいです。どうしたらできるか教えてください。達人はしばらく考えてから、ついてきなさいと言って冷たいガンジス川に入っていきました。弟子はその後をついていきました。川の深いところに行ったら、達人はいきなり弟子の頭を強く掴んで水の中に押し込みます。呼吸のできない弟子は必死にもがき始めます。数秒後に達人は弟子の頭を離します。弟子は呼吸を取り戻してから叫びます。何をするのですか？私を殺すつもりですか？達人は答えます。今水の中に頭を押さえられていた時に、死ぬほど呼吸をしたいと思ったでしょう。解脱をするにはそのぐらい欲しいと思わなければなりません。人生で最も大切なことだと思わなければなりません。運動の選手でもミュージシャンでも職人でも、週にたった1時間練習したのでは達人レベルまで到達することはできません。ヨガも同じですし、ヨガ以外の道を歩んだとしても、いずれはやろうと思っていることの一つでしかなければ解脱まではいきません。人生で最もプライオリティの高い、情熱の持てる
生きがいと感じなければなりません。それがタパスの秘訣です。どの道を選ぶにしろ、情熱を持って修行すれば必ず扉は開かれます。それでは立ちましょう。タダーサナ、マウンテンポーズから始めます。両足を腰幅に開き、腕の力を抜き、目を閉じます。今日はこのタダーサナから3つのバンダ、締め付けを行います。まずはムーラバンダ、根の締め付けです。トイレを我慢するかのように骨盤底筋を引き上げます。このバンダは骨盤底筋を強化し、尿漏れを予防し、消化を助けます。ムーラバンダを締めたまま、次はウッディアナバンダ、腹部の締め付けを行います。きついジーンズを履くような感覚でお腹の筋肉をギュッと締めます。ウッディアナバンダは腹筋や横隔膜を強化し、お腹の贅肉を取り除き、消化器官にたまった毒素を解放する効果があります。この2つのバンダを締めたままジャランダラバンダ、喉の締め付けを行います。顎を胸に引き寄せ、唾をゴクンと飲んでみましょう。このゴクンと飲むポイントがジャランダラバンダです。ジャランダラバンダは呼吸器系を制御し、甲状腺を刺激し、声帯を強化し、飲み込む能力を向上します。このように3つのバンダを同時に活性化させることをマハバンダ、あるいは偉大なる締め付けと呼んでいます。吐く息でバンダを解放し、リラックスしましょう。次は呼吸に合わせて両腕を回し上げる運動です。息を吸いながら両腕を回し上げ、吐きながら下ろします。このポーズにダンベルを使うこともできます。両手で持ち、まず下に下ろしてから息を吸いながら両腕を回し上げて、上で合わせて吐きながら下に戻します。この運動を10回、ダンベルを使っても使わなくても結構ですので行います。バランスがうまくいく人は目を閉じてみます。肩の痛みなどで腕が上まで上げられないという方は、行けるところまでで結構です。できるだけスムーズに動きを行います。次は前方から両腕を上下に動かします。息を吸いながら両腕とかかとを上げ、吐きながら両腕とかかとを下ろします。このポーズにもダンベルを使うことができます。使う場合は手のひらを下向きにしてダンベルを持ち、息を吸いながら真正面から上に両腕を上げ、吐きながらまっすぐに下ろします。このポーズも肩の痛みなどがある方は、腕を上げる高さをご自由に調整してください。かかとを上げるのが難しかったら、かかとはマットにつけたままでも大丈夫です。またはもう少し難しくしたいという方は、目を閉じてみましょう。終わったらリリースします。次はウッティッタ・タダーサナ、大の字ポーズです。サンスクリット語の5番パンチャという単語を取ってパンチャーサナと呼ばれることもあります。このポーズでは5つの方向に伸びます。頭はできるだけ高く伸び、両腕は横にできるだけ幅広く伸ばして、足は地面に根付きます。バランスがうまくいく人はここで目を閉じます。息を吸い、吐きながらポーズをリリースします。次はエーカパーダタダーサナ、星のポーズです。
息を吸いながら両腕を大きく上に上げ、吐きながら上体を右に倒して左足は親指をマットにつけるか足を上げます。両腕の真ん中に頭が来るように頭をやや右に倒します。難しくしたい人はここで目を閉じます。上体が前に倒れないように左肩をやや後ろの方に引きます。息を吸いながら中心に戻り、吐きながらリリースします。反対側を行います。息を吸いながら両腕を上げ、吐きながら上体を左に倒します。右足は上げてもいいですし、親指をマットにつけても結構です。また両腕の中心に頭が来るように頭をやや左に倒し、体が前に倒れないように右肩をやや後ろに引きます。息を吸いながら中心に戻り、吐きながら両腕を下ろしてリラックスします。次はプラサリタパドッタナーサナ、開脚前屈ポーズです。足を少し広めに開いて立ちます。息を吐きながら前に倒れます。腕の位置は次の中から選んでください。肘を曲げても伸ばしてもいいので両手をマットに置くか、または逆の肘をつかむか、または両手を足の好きなところに置きます。気持ちいいと感じる位置でポーズをキープします。次はこのポーズにねじりを加えます。右手をマットの上に指が左を指すようにして置き、息を吸いながらゆっくりと左腕を上に回し上げます。できれば目を閉じます。両腕が上下に伸びているストレッチとお腹のあたりにねじるストレッチを感じていると思います。息を吸い、吐きながらゆっくりと左手をマットに戻し、またお好きな手の位置を選んで前屈を楽しみましょう。体内で起きている変化を感じます。反対側を行います。左手を指が右を指すようにしてマットに置き、息を吸いながら右腕を大きく回し上げます。そして上の方を向きます。両腕の伸びるようなストレッチ、そしてお腹がねじるようなストレッチを感じます。リラックスして呼吸を深めます。息を吸い、吐く息で再び中心に戻ります。また中心で休憩しながら体の中で起きている変化を感じます。息を吸いながら背中を丸めてゆっくりと起き上がり、吐きながらポーズをリリースします。はい、よくできました。次は膝立ちになります。次はパリガーサナ、門のポーズです。右足を右の方にステップして足の裏をマットにつけます。右手は右のももの上に置きます。息を吸いながら左腕を上に伸ばし上げます。ぐっと上に伸び、上を向き、いける人は右手をここで右のすねの方へとスライドしていきます。そしてバランスがうまくいく人は目をつぶります。このポーズは肋間筋をストレッチし、太ももとウエストを引き締めます。息を吸いながら起き上がり、吐きながら中心に戻ってリラックスします。
反対側を行います。左足を左にステップして足の裏をマットにつけ、左手を左ももに乗せます。息を吸いながら右腕を大きく上げ、そこでキープするか、左手を左のすねの方にスライドします。上を向き、できれば目を閉じます。右側の肋間筋と左足にストレッチを感じていると思います。息を吸いながら起き上がり、吐きながらポーズをリリースします。次はテーブルポーズになりましょう。硬い床の上で行っている方は膝の下にブランケットなどを置くと良いです。次はバランステーブルのポーズ、またはサンスクリット語でダンダヤマナバーマーサナというポーズです。右腕を地面と平行になるように前に伸ばし、左足はかかとから真後ろに向かって蹴り出します。右手の指先から左のかかとまでが一直線になるようにします。視線は真下に向けます。もう少し難しいバージョンを試したい人は、左膝を曲げ、右手で左の足を掴んでビアガラーサナ、虎のポーズに挑戦しましょう。このポーズはバランスや姿勢を良くし、集中力を高め、足や腕を引き締め、体幹を強化します。息を吸い、吐きながらリリースします。反対側を行います。左腕を前に伸ばし、右のかかとを真後ろに蹴り出し、左手の指先から右のかかとまでが一直線になるようにします。難しいバージョンを行う方は、左手で右足を掴んで虎のポーズになります。下を向いて首をリラックスします。息を吸い、吐きながらリリースします。チャイルドポーズで少し休憩します。腕をマットに伸ばし、膝を開いてお尻をかかとの上に置きます。横に揺れてみても結構です。次はバシスタサナサイドプランクです。2つお見せしますので、そのうちの1つを選んでください。まずは右足後ろにステップして足の裏をマットにつけます。左の肩を左の手首の真上に持ってきてから息を吸いながら右腕をゆっくりと上に回し上げて上を向きます。ここでストップするか、フルのバシスターサナを試したい方は左足を右足の前か後ろにステップします。さらに目を閉じてみても結構です。バシスターサナは平行感覚を養い、腕、肩、手首、そして足腰を鍛えます。一番難しいことをやる必要はありませんので、今日のご自分に合ったバージョンを選んでください。吐く息でテーブルポーズに戻ります。反対側を行います。左足を後ろにステップして足の裏をマットにつけ、右の肩を右の手首の上に持ってきてから息を吸いながら左腕を上げて上を向きます。このままキープするか、または右膝を伸ばし右足を左足の前か後ろにステップします。視線は上に向け、できれば目をつぶります。息を吸い、吐きながらテーブルポーズに戻ります。次は長座の姿勢で座ります。クラウンチャーサナまたはサギのポーズというポーズを行います。右の足の裏を左のももの内側につけるか、または右足の指が外を向くようにして右膝を曲げます。両手で左足を掴んで左足を上げます。またはベルトを使いたい方はベルトを左の足にかけ両手で持ちます。
吐く息で左膝を伸ばしていきます。持つところは足の裏か足首かふくらはぎかベルト、または体の柔らかい人は左手で右の手首をつかみ、左の足の裏を左手に乗せて左膝を伸ばしていきます。このポーズはお尻や背中、ハムストリングスなどの筋肉を強化し、血液の循環や消化を向上します。息を吸い、吐きながらゆっくりとコントロールしながら左足を下ろします。右足を伸ばし、少し休憩してから反対側をやります。今度は左の足の裏が右のももの内側につくか、または指が外を向くようにして左膝を曲げます。ベルトか足の好きなところを掴んで、息を吐きながら右足を上げます。右膝が完全に伸びない人は心配いりません。練習すればそのうちに少しずつ伸びるようになります。吐く息でコントロールしながらゆっくりと右足を下ろします。左足を伸ばして休憩します。次は肩の運動を行いますので、楽な姿勢で座ってください。両手を肩に当て、肘をぐるぐると両方向にゆっくりと10回回します。この時にギシギシしたりポキポキと音がしたりするのを観察しながら行います。この運動は肩の血液の循環を良くし、腕を引き締める効果があります。片方向に10回終わったら反対方向にも10回回します。終わったら腕を下ろします。次は首です。頭を後ろに反らせ、顎を天井に向けて首の前側にストレッチを感じます。もう少し深く感じたい方は顎を上に突き出すようにします。首と肩はつながっていますので、首のストレッチは肩こりにも効きます。中心に戻ってから次は顎を胸の方に引き寄せ、首の後ろ側にストレッチを感じましょう。中心に戻りましょう。次は頭を右に倒します。ストレッチを深めたい方は右手を頭の上に乗せ、軽く優しく下の方に押してあげましょう。左の肩は力を抜くようにします。吐く息で中心に戻ります。反対側をやります。頭を左に倒します。深めたい方は左手を頭に乗せて軽く下の方に押してあげます。吐く息で中心に戻ります。マットに仰向けになり、膝を曲げて足の裏をマットにつけます。ヨガ流に調整しましたロシアンツイストというポーズを行います。吸う息で両手を頭の上に上げ、吐く息で両手を右膝の外に持っていきます。吸う息で中心に戻って両腕を上げ、吐く息で両手を両膝の間に持ってきます。吸う息で
マットに寝て両腕を上げ、吐く息で両手を左膝の外に持っていきます。吸う息で中心に戻って腕を上げ、吐く息で両手を膝の間に持ってきます。これが1セットですので、これを8セット行います。難しくしたい方は両足を上げながらやってみてください。このエクササイズはお腹や肩の筋肉を鍛え、脇腹の贅肉を消耗し、背骨を強化します。このように各動きの後に背中をマットに戻すことで、効果を失わずに腰を守ることができます。運動は早くやった方が効果があると思っている人が多いのですが、実際はそうではありません。ゆっくりと時間をかけながら行う方が効果があります。そして意識的に呼吸に合わせて行うことで、体によりたくさんの酸素が取り入れられます。8セットが難しいという方は、できる回数だけ行って休憩していてください。長期的に練習することで、次第に回数を増やしていくことができます。膝を上に向けたまま次のポーズに入ります。セッツバンダーサナ、橋のポーズです。上げたり下げたりするバージョンを行います。手を体の横に置き、息を吸いながら背骨を下から上に向けて上げます。吐く息で上から下に下ろしていきます。これを10回行います。首を怪我しないように常時真上を向きます。そして動きを呼吸に合わせてできるだけスムーズに行います。このポーズは首、胸、背骨とお尻の筋肉をストレッチし、骨盤底筋を強化し、血行と消化を良くし、腰痛や足の疲れを緩和します。毎朝の日課に加えてもいいおすすめポーズです。今日はこのように動きを加えていますが、上でキープするバージョンもあります。終わったら両膝を体に抱え込み、左右に転がって背中をマッサージしましょう。次はスプタバッダコナーサナ、横たわった合席のポーズです。マットの上で足の裏を合わせ、膝を横に開きます。両腕を頭の上に伸ばすか、体の横に T の字に伸ばすか、ももの上に置くか、お腹の上で組んでもいいです。または頭の後ろで組んでもいいです。気持ちいいところに置きます。ヨガアサナの最後に行うのに適したポーズです。このポーズは内ももをストレッチし、腹部組織を活性化し、腰痛を緩和し、リラックス効果があります。リリースします。両膝を体に抱え込み、左右に転がって背中をもう一度マッサージします。両腕を使って体を押し上げて座る姿勢に入ります。
今日は陽育ブリージングまたは部分的呼吸法や三部分呼吸法としても知られるヨガの基本的な呼吸法を行います。ほとんどの人は浅い呼吸をしています。浅い呼吸は健康のために体を酸素化する能率が悪いだけでなく精神の乱れにもつながります。短気な人の呼吸を観察すると普通は非常に浅いです。このためどんなに小さなことがあっても平静を失います。またはご自分が忙しく走り回っている時やストレスを感じている時の呼吸を思い出してみてください。賢者や武道の達人と言われるような人たちの呼吸を観察すると普通深くてスムーズです。深くてスムーズな呼吸は落ち着いた動揺しない精神を作ります。怒る前に深呼吸しなさいという表現を聞いたことがあるかと思いますが、いいアドバイスです。この呼吸法は1日を通していつでも行うことができます。空腹の時に行うことが勧められています。落ち着いて1日が始められるように朝起きた時に行うのも良いでしょう。時間は 2,3 分程度から始め10分あるいはそれ以上行っても良いです。瞑想の時にこの呼吸法を取り入れても良いです。まずは肺を次の3つの部分に分けて考えます。下、中心、そして上です。最初は肺の下の部分に空気を送ることを意識しながら吸う呼吸をし、次は中心の部分に意識を向け、次は上の部分に意識を向けます。そして最後にこの3つを合わせます。最も良い結果を得るために背筋を伸ばして胸を開いて座ります。椅子に座りながら行っても構いません。口を閉じて鼻から呼吸をします。最初は腹式呼吸です。息を吸いながらお腹を風船のように膨らませ、吐きながらお腹を内側に押し込みます。これを行いながら空気が肺の下に入っていくのをイメージします。ムードラを組んでやりたい方は親指と人差し指を合わせます。このムードラはチンムードラと言います。両手を膝の上に置き目を閉じます。またはビギナーの方は両手をお腹の上に置き、お腹が膨らんだりへこんだりするのを両手で誘導しても結構です。それでは始めます。息を吸いながらお腹を膨らませ吐きながらへこませます。吸って膨らませ吐いてへこませる。これをご自分のペースで5回行いましょう。次は胸式呼吸です。息を吸いながら胸を膨らませます。ほとんどの人がいつも行っている呼吸法なので普段と変わらないと感じるかもしれません。呼吸をしながら息が肺の中心部に出たり入ったりするのをイメージします。このポーズのムードラはチンマヤムードラで、先ほどのチンムードラの外側の3本指を折ります。始めましょう。息を吸って胸を膨らませ吐いて解放します。吸って膨らませ吐いて解放する。ご自分のペースであと3回行ってください。次は肩式あるいは肩式呼吸法です。息を吸いながら肩を開き、空気が肺の上の方に入るのをイメージします。吐きながら背骨を丸めずに肩だけ丸めます。感覚をつかむまでは肩の動きを大げさにしてもいいです。このムードラはアディムードラで、親指を内側にした肩骨を作ります。始めます。息を吸いながら肩を開き、吐きながら肩を丸めます。吸って吐く。あと3回行います。最後に完全なヨガ呼吸法を行います。吸う息で空気がお腹、胸、肩の順に肺いっぱいに入り、吐く息で空気がお腹、胸、肩から出ていくのをイメージします。先ほどよりも呼吸が遅くなったことに気づくはずです。それでいいのです。
手はブラフマムードラにします。両方の原骨をお腹の上で合わせます。今日はこの呼吸法を 2,3 分行います。肺の中の空気の流れをイメージしながらご自分のペースで続けてください。お腹、胸、肩の順に息を吸い、お腹、胸、肩の順に息を吐きます。吸って吐く。そのまま続けてください。今の呼吸が終わったら終了します。次はシャバーサナ、屍のポーズです。動画のストップボタンを押してからマット上に仰向けになり、手を体から離れたところに上向きにしておき、足を少し開き目を閉じます。お好きな時間だけリラックスしてから手や足の指を動かしたり、手首や足首を回したり、他にやりたいストレッチがあればそれを終わらせてから起き上がります。そしてプレイボタンを押します。最後に一緒にマントラを唱えます。いかがでしたか？タパスで大切なのは毎日何かを行うことです。食事前に5分間呼吸法を行ったり、朝起きた時にいくつかヨガポーズを行ったり、毎晩寝る前に内省の時間を持ったり、何でもいいです。パートタイムの訓練はパートタイムの結果をもたらすことを常に覚えておきましょう。それではマントラで今日のクラスを終了します。オムサルヴェババントスキナハ、サルヴェサントニラマヤハ、サルヴェバドラニパシャント、
Makaschidukkabhavet. Om Shanti Shanti Shantihi. ありがとうございました。ナマステ。